オッケー、オッケー。今日アリーナね、最初選んじゃうよ。最初アリーナあるよ。本日は6月5日、梅雨入りということで非常に雨が降ってね、人が少ないんですけど、その分適当に試合数増やしていきたいと思います。これこれ、初めて見るステージ。ビリア vs イノ、ほら、木曜ランバと神宮大会って書いてある、かっこいい。なんだこのステージ、やべえ。高田馬場ゲームセンター味方ってちょっと恥ずかしい、これ。このステージ黄色やばいですね。今回なんか追加されたステージで、選ばれ、好きな文字を4つ選べるんですよ。ただ指定された文字なんで、まあ、木曜と難波とシングルと大会をそれぞれ今回使ってます。後ろにね、表示されるのはマガトロさんって書いてある。やべえ、ほらデータがある。身長体重と書いてありますね。どうでもいいですね。あ、違う、トータルスライドから視聴率と試合数とかですかね。ただちょっとこのステージ見づらいか。狭く感じますね。なんか今まで広大なステージでやってて、やっぱアリーナこの狭い中でのソロ試合ということでね、武術大会をちょっと大の大冒険で読んでいたって思い出しましたね。今回このバージョン 1.04 になっておりまして、ミリアはなんと前ハイソラがハイジャンプでキャンセルできる。やったぜ。ハイジャンプってどうなんですか。やっぱハイジャンプでやると振り向くから強いのかな。難しいですね。あーやべー、ちゃんと書いてあるんですね。あ、これブレイブルーで見たことあるんですけど、ちょっとそのまんまモデリング持ってきた感じなんでしょうかね。アズライルさんのステージから、さあペペペペペペッとめっちゃヒット数増やして画面中央崩していきたいところ、画面欲しい。前ハイからゲランガード、さあお互いにこかしたらもう本当にガンガンいけちゃうんで。いやー、木曜頑張ってシングル大会ちょっと恥ずかしいな。ネタに走っときゃよかったな。まで出すとガード、さあゲランタから音符出していく。ブリックを一瞬待ちましたが、ここで針を投げて画面足なんでから落としてオーバーとバースト対策しておりました。はいはい、から今どっち、今回ハイジャンプなんか回が出ないんで分かりづらいですよね。さあ、白松残り体力わずかですが、ここで中段が通って勝手なオスペイの勝利です。オッケーオッケーオッケー。もう次から好きなステージ選んでいいっすよ。A1 台勝ったのはオスカイの神は女の命って言うけど、はい、次がちょっとロイさんまだ来てないんで俺とバタコです。じゃあちょっと投げさんを頼みしてもよろしいですか。あ、黄色だから保護色ですよ。ジョニオソル迷彩付きがこれが俺のラムレザル対策だっていうことで、面白いですね、こういうイベントモードのステージっていうのは。個人的にはすごいシンプルな、なんかステージがあってもいいかなと思いましたが、まあ、今後に期待ですな。あ、そうやって選んでですね。あ、そうか、ステージイベントモードのみ出てくるというアリーナ。あ、ワンピー側が、あ、前そのままでいいのかな。バタコラムレザル、スピー側が、非常に恐る。ジャンドメン、ギャンして、ボールから切り返し、中央に戻って、転接して、あ、ダウロ。こういう風にシューティングモードになると結構めんどくさい。ため剣が削りがかなり大きいんで、なるべく通常ガードしないとか考えながら戻したいところです。気づいたらラムレザル側が体力より押して端、このセットプレーバンド使ってステッチが続いている。 GGC ベッドアングル切り返す。
剣が両方ない状態なんで、ここで攻め切りたいが逃げて、最後は削り、通常技からキャンセルして剣の攻撃に発生できるんで、ずっと固まってると危ないですね。グーダコン画面8、なんとか逃げたい。サミエス、サミハイガードさて燃える、サミハイ終わって強かった。画面8、コンボ B、 1回目は出なくて、ピピピステッキステッキ、はい、あ出れない、砕けて中央に戻る、パフニーで当たってカウンターバースト、めくってリボルバーダスト、当たってピピ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 、下から生えてきたけどソルが当たんなかった。そしてマジでスプランスが飛んできて、ライオット D 反対方向に行ってしまって投げて、最後大きめ倒せるか、マクニールジャンプ D が負けてしまった。1-1、あれクライマーが出てるっぽいですよね。ガード引いて、まずリターンして勝利にも対応してた。エリアルリロヤル、これ画面8ループするぞ。バーストタマラを使ってパグニルガードさせて、1アンド1切り替える、逃げてジャンバイ捕まえたが、なんとか逃がしたくない。頑張ってまた繋がっている。勝ったのはバタコラムレザル。呼び出しまでやっちゃいましょうかね。僕んとこですかね、ここ、はい、じゃあ、試合してるけどそれ最後のラウンドだから終わったら来てもらいましょうかね。あなたが消えれば私たちの脅威はいなくなる。本当はあなたそのものが担えばいいのだけど。僕とピーコさん、ミリ扱いのピーコさん試合です。今アインマンと対戦してるんで、終わったらこちらの方までお越しください。